君もログインしてたんだ。僕もさっきログインしたとこ。いいよね、GGO。できることがたくさんあって。うん、実はね、今日は新しいことにチャレンジしてみようと思ってて。そうだ、せっかくあったんだし一緒にやらない？二人でやれば楽しさも2倍だよ、きっと。ああ、そっか、ごめん、まだ何も言ってないもんね。GGO っていろいろと乗り物があるでしょ。そういうのに興味が湧いてさ。それでバイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。うん、決まり。それじゃあしょ、バイク借りてきたよ。はい、君の分。こっちは僕が乗るね。よっと、これがクラッチ、こっちがギアで、アクセルが、うわあ、危ない危ない。倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗りこなしてみせるから。あ、そうだ、そういえばさ、君はバイク乗れるの？そうなんだ、すごいね。どうして乗れるか聞いてもいいかな？そっか、これってあれかな、人に歴史ありみたいな。見直したって言うと変だけど、うん、尊敬するよ。さーて、僕もどんどん練習して走れるようにならないと。また転んじゃった。これで10回目。ちょっとずつ感覚はつかめている気がするんだけど、やっぱり難しいね。でも僕、こうやって挑戦できるってことがすっごく嬉しいんだ。 GGO みたいなゲームをしてなかったら、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるようにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり、本当はそういうこともしてみたいんだけど。まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よーし、やるぞHP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。ドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっき HP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいなってこと。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、
厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。うん、すごくしたいとは思ってるけど、しばらくはちょっと難しいかな。実は僕、リアルでは病院にいるんだよね。無菌室から出るのは無理でさ。もうずっとこうだから、多分だいぶ時間で言ったらかなり長い方じゃないかな。誤解しないでね。今にも死にそうって言うんじゃないよ。ちょっと前までは余命3ヶ月なんて診断されてたけど、最近は安定してるんだから。それでやっぱり気持ちが少し違ってきたんだ。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、普通のことをいろいろやってみたくなって、今回もそうだよ。だってほら、その改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか憧れない？え？それってタンデムでってことだよね。いいね、そういうのも楽しそう。ぜひお願い。すごいな。思ったよりずっとドキドキするよ。スピードも振動もさっきとそんなに変わらないのに、こう連れて行かれちゃうっていう感覚が新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングとか旅行とか、予算を立てて予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ。前の日の夜はワクワクしてうまく眠れなくて、待ち合わせの時間にちょっと目をこすりながらおはようって。お昼はお弁当か、それともどこかのお店に入るのかな。目的地はどこだろう。海とか山とか遊園地とか、案外走るだけが目的かも。こうやって君の背中で揺られてるとさ、そういうことの実現にちょっと近づいてる気がするんだ。だって今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ VR だけど、そのうちリアルでも同じことができるよね。そうだね。うん、バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから。華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてってなんてね。今日はありがとう。すっごく楽しかったよ。それに君の特技も分かったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃまたね。勇気って本当に強いわよね。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りです。勇気はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？
何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か。それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな。僕個人のことだから参考になるかはわからないよ。それでも構わないわ。教えてくれるならとっても嬉しい。まあそこまで言うならと言っても経験をいっぱい積んだからとしか言えないんだけどね。経験？勇気って GGO はそこまで長く？GGO はね。だけど VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とかそういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。なるほど。やっぱり時間かけて練習して上手くなってくしかないか。そうだね。地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん！いいのか？この情報は根が張るぞ。なんせとっておきのネタだからな。と言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら珍しいわね。でも助かるわ。それで勇気のセンスかな。時々いるんだ。他の人たちとは明らかに違うやつらっていうのがさ。明らかに違う？ああ勇気もそうだし、他にはキーボーとかあーちゃんとか、あとは君とかさ。当然ですね。マスターは最強です。最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは思えない成長っぷり。ま、世の中にはすごい奴らがいるもんだ。あ、どうしたんだ？それじゃあセンスのない凡人は強くなれないって？そんなことはないよ。オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り己を知れば百戦危うからずって言うだろ。情報さえあればどんな強敵にも勝つことができる。オイラはそう思うけどな。なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか。ま、そんなうまい話は。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなり、クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですよ、クレハは強いです。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと。誰にも負けない。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって、僕はこの勇気もそんなこと考えるんだ。あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ。むしろ今よりもっと強くなりたいって。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速
次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。よし、じゃあこのクエストに挑戦するか。今から？ちょっとに、じゃなくてキリト君、そろそろ夕飯の時間だよ。あっと、そうだった。今日は母さんも帰ってくるんだっけ。仲がいいなとは思ってたけど、やっぱりリーファとキリトさんって兄弟だったんだ。あ、言ってなかったんでしたっけ。あの、そうなんです、私が妹で。そうみたいだね。兄弟ってこんなに仲のいいもんなんだ。あれ、クレハは一人っ子なのか。あと、悪い、リアルの話を聞くのは。あ、ううん、だいたい私も今聞いちゃったし、みんなのことは信頼してるから。私にはお姉ちゃんがいるんだけど、これがすっごく優秀な完璧な。へえ、そうなんだ。そう、すっごいんだから。家族だけじゃなく、親戚も先生たちも褒めない人がいないくらい。まあ確かに今でも似てないけど、私だってそれなりに成績もいいんだ。そりゃああれだけ優秀な人と比べたら霞んじゃうのは辛いところだけど。ああ、私は私なりに勉強も部活も頑張ってるんだけどな。頑張るたびに言われる言葉は。さすがはあのお姉さんの妹さんね、とかですか。よくわかったね、リーファー。あ、ぷっぷー、私はさすがはあのお兄さんの妹さんね。な、はいはい、出来の悪い兄で悪かったな。気持ちが全然こもってない。ほんと仲がいいんだね。ここでそれを言います。だってうちと全然違う感じ。私の場合は結構気を使うんだ。お姉ちゃんに恥ずかしくない言動をしなきゃって。そうなのよ。これでもね、悩みの一つや二つはあるんだから。でもちょっと意外でした。え？あ、すみません、変な意味じゃないんです。ここでのクレハさんってすごく元気でのびのびとしているように見えるから。ああ、確かに我ながらそう思っちゃったかも。現実のしがらみから解き放たれるのもこの世界のいいところだからな。そうね。そういえばクレハさんはあなたとお話ししてる時が一番解き放たれてるって。それはそうかも。リアルではいろいろあるけど、こっちの世界では引っ越す前に戻って幼馴染にお世話を焼いてあげてるんだって考えれば。私が自分らしくいられる理由もよくわかる気がするわ。ありのままの自分でいさせてくれる幼馴染か。そういう存在っていいよな。ありがとう、キリトさん。リーファも気づかせてくれてありがとう。どういたしまして。はあ、バトル終了ね。クレハとマスター、お疲れ様なのです。二人の連携がすごかった。ありがとう。別に大したことじゃないわよ。いや、タイミングがまさにあうんの呼吸だったぜ。あれは相当息が合ってないとできない代物だ。そんな褒めすぎだってば。二人は確か現実世界でも昔馴染なんだったよな。やっぱり長い間連れ添った仲間同士だからできるのかな。連れ添ってはいないから。
確かに付き合いは古いけど、そんなのって関係あるのかしら。あると思うぜ。例えば俺がさっきの連携をしようとしても難しいと思う。キリトの反応速度でも？ああ、アスナやシノンたちとやろうと思ってもかなり厳しいだろうな。正直私にはピンとこないわね。クレハはマスターと仲がいいと言われて面白くないのですか？そういう意味じゃないわよ。でも。ああ、そういえば思い出した。あんたさっきのドロップアイテム確認した？の間でも全然手に入らないと話題騒然のやつなのです。おお、やったじゃないか。もう二人でラストアタック決めたのに、どうしてあんただけそんなのドロップしてんのよ。マスターが手に入れたレア装備ですが、いろいろなところで話題のようなのです。先日もマスターはMMO トゥデイでラッキープレイヤーとして取材をされてしまったのです。へえ、そうなのね。私別にいらないから羨ましくはないけどね。そうだったのですか。てっきりクレハも欲しがっているのかと思ってました。なんでこの前マスターが手に入れたばかりの時、クレハはずっとアイテムを見つ…そうだったかしら。ああ、みんなここにいたのか。キリトさん、クレハが欲しがってた例のレア装備、もうあの付近にはないみたいだ。リソースの関係かもしれないな。え、あれからクレハはすごく頑張ってドロップ狙ってただろ。だからアスナたちにも頼んで情報集めもしてみたんだけどさ、悪い、なかなかいい話は聞けてないんだ。もうキリトさん、なんでそれを言っちゃうの。え、なんか俺まずいこと言ったか。ごめんな、そういうことだったのか。いえ、よく考えればキリトさんはちっとも悪くないです。むしろ気にかけてもらったのにごめんなさい。いや、俺たちが勝手にやったことだし別に構わないさ。うるさいわね。あんたが自力で手に入れたんだから私もそうしてみせるわよ。クレハは水臭いのです。マスターが手伝うと言っているのですから、一緒にやればいいのです。そういう問題じゃないの。私が自分でやらなきゃ。あんただけには手伝ってもらうわけには。クレハ、なんか勢い余ってあんな風に言っちゃった。感じ悪かったかも。悪かったよね。すっごく良くなかったよね。クレハ、こんなところにいたのですね。レイちゃん、さっきはごめんね。なんか…いえ、マスターは気にしてませんでしたよ。クレハは昔から向上心が高いからって言ってました。なんかそう言われるとそれはそれで負けた気がするわね。それにマスターはクレハはとても優しいとも言って…え、何の話？昔マスターが喧嘩した時の話です。それは…ああ、懐かしいわね。小学生の時だっけ。あいつクラスのいじめっ子たちと派手に喧嘩したことがあったの。きっといじめられてた子をかばおうとしたんだと思う。でも
喧嘩したことを先生に叱られた時もあいつ何も言い訳しなかった。罰として動物小屋の掃除をさせられても。そしてその掃除をクレハも手伝ったのですよね。マスターに何も聞かずに一緒に。そんなことはもう忘れたわ。そうなのですか。でもさっき懐かしいと言ったのはクレハなのです。掃除のことは忘れたって言ったの。でも仕方ないわね。あいつにも手伝わせてあげなくもないわ。私は優しいから。はい、ではすぐにマス。ちょっとレイちゃん、すぐじゃなくてもいいわよ。別に後からでも。いいえ、すぐがいいのです。きっとマスターは仲直りができ。そうかな。ならしょうがないわね。はい、なのです。ねえねえお兄ちゃん。ん？今日の晩ご飯何がいい？お兄ちゃんの好きなの作ってあげるよ。本当か？でも軽いものでいいよ。今晩クラインたちとクエストに付き合う約束しているんだ。もうゲームばっかりなんだから。リーファさん、君は今どこにいるのかな。へりくつ言わない。ご飯はちゃんと食べようよ。へいへい。メニューは任せるよ。すぐの料理は何でも美味しいからな。じゃあ買い出しに付き合ってね。冷蔵庫の中は空っぽなんだから。なんだ、そういう魂胆だったのか。だってたまには買い物くらい一緒にしたっていいでしょ。わかったわかった、荷物持ちでも何でもいたしますよ。やったー、せっかくだからちょっと寄りたい店もあるんだけど。まあちょっとそれは置いといて。ところでクレハ、入り口に立ちっぱなしでどうしたんだ。あ、ごめん、その出直してこようか。クレハさん、え、いつからそこに。お兄ちゃん、キリト君も気づいてたら教えてよ。なんというかすごくいい雰囲気だったから邪魔しちゃ悪いかなって。私たちは兄弟だからね。それは聞いてるって。変な意味じゃなくて仲がいいなって思って。私にはお姉ちゃんがいるけど、リーファたちみたいな会話はあまりしたことないかも。え、そうなん。うん、仲が悪いわけではないんだよ。むしろお姉ちゃんが万能すぎて全部完璧にやってくれるんだよね。ツッコミどころなんて全然ないくらい。へえ、全部完璧に。そのお姉さんはちょっとトレードは不可だからな。私はリーファたちみたいな兄弟ってどっちがいいとかじゃなくてね。ありがとうクレハさん。じゃあ買い物までに何かクエストにでも行こうか。マスター、イツキが人に囲まれてます。何かあったのでしょうか。イツキさん、今度一緒にクエスト行きましょうよ。面白そうなの見つけたんです。ちょっと待ちなさいよ、あなたのレベルじゃ釣り合わないでしょ。喧嘩はやめようよ、みんな仲良くですよね、いつきさん。君たちの好きなように。ただ今日は会議があるからそろそろログアウトし。いつきさん社会人なんですよね。 IT 系って聞いたんだけど本当ですか。証券会社でしょ。この前株がなんとかって言ってたし。すごい、エリートサラリーマンなんだ。リアルでもかっこいい。違うわよ、
いつきさんのリアルはって内緒でしたよね。あ、何それ。落ち着いて。リアルでは全くモテなくてさ、女の子と話したことなんてないくらいなんだ、なんてね。また冗談ばっかり言うんだから。会議があるのは本当だよ。いつきが私たちに気がつきました。こっちに来ますよ。マス、残された彼女たち残念そうです。いや、いたのなら声をかけてくれればいいのに。どうしたんだい。狩りの仲間でも探しているなら付き合うよ。ああ、まあ気にしなくていいよ。嘘ではないんだけどね、さっきの子たちは僕のファンなんだってさ。僕の情報を欲しがるからさ、断片的に差し上げているだけだよ。最近はリアルで会いたいとか言われていてね、さすがにそれには応じられないから、代わりのサービスみたいなものかな。彼女たちはその断片を自分の都合に合わせて組み立てる。だから僕はエリート社員だったり、どっかの企業の社長だったりするわけだ。しかも僕のリアルはこのアバターそっくりらしいよ。もちろん否定はしないけどさ、だってその方が彼女たちも楽しめるだろ。たまに返事に困ることを言う。人間は好きだよ、子供と老人、それに男と女は嫌いだけど、まあ彼女たちは役に立ってくれることが多いからな。レベルは高いし、いい情報も、だから好きと言っていいんじゃないかな。まあもちろん君たちのことも大好きだよ。まあさっきも言ったけど、あまり人を困らせないで、まあ退屈するよりはずっといいけどね。